9月の11日になりました。金曜日、朝のご挨拶、衆議院議員の原口和弘です。ごきげんよう。今日はですね、この後私、定期検診に武藤先生がお見えいただくんで、採血、視線を越えてきたんでですね、下肢大静脈血栓というのに、があるんで、その、血液サラサラの薬を飲まなきゃいけないんですね。だから定期的に血液がどうなってるかっていうのもチェックをしていただくと、武藤先生がわざわざ来ていただいてですね、採血をします。で、単にその医療行為だけじゃなくて、この COVID-19 の中でですね、在宅医療 ICT を使ったかかりつけ医制度、これの第一人者でもあられるわけですね。で、今の現状を教えていただいて、そして政策に生かすということをやるわけです。でも本当にこういう方にですね、巡り会えて、本当、神様に感謝ですね。上皇陛下の主治医もされて、若い頃ですね、30代でやってたんだと思います。すごいですよね。それから石巻に東日本大震災の時、一番早くクリニック、病院が流されてしまってですね、そこで、出した人です。まあ本当楽しみです。あと50分後ぐらいにお会いすることになって、その後国会、最後の国対委員長としての仕事ですね。で、今日は9月11日、ちょうど2001年の9月11日、ツインタワーにですね、飛行機が突っ込んだと、大規模テロが行われたと言われている日です。で、その真実は未だにわかりません。ただ、年、私たちはですね、予算委員会、衆議院の予算委員会で、中東に派遣をされます。で、中東への派遣をですね、もう今じゃ当たり前ですけども、予算委員会がなんでそんな中東まで行くんだと、関係ないじゃないかと、エネルギーのほとんどを私たちはその中東に依存をし、そして世界の中のこの 極東ですね、北東アジアとそれから中東が、まだその争いの中心となっているにもかかわらず、当時はですね、中東、イラン、イラク、UAE、トルコ、それからジョルダンのバカーというですね、難民キャンプにも行きました。それから、イラクは当時サダム・フセイン時代のイラクですね。で、私たちが行った時にですね、野呂田法政、予算委員長の下で行くわけですね。ちょうどさすがにサダム・フセインには会えませんでしたけども、ナンバー2、ナンバー3と会談をしました。ナンバー3がアジーズさんという首相でですね、彼を開口一番こう言いました。イラクの当時のそのサダム・フセイン独裁政権って言われてましたが、イラクのその政府の中行くと、もう全部が日本製なんですね。エレベーターも。ポットから全てが日本製。で、私たちはこんなに日本と親しかったのに、湾岸戦争以来、あなた方は、その時もですね、イラクに行くことを、アメリカは私たちに行くなって言ったんですね。というのは、空爆をやってるわけです。バグダッドからちょうど、そうですね、20キロ南だったと思います。記憶が正しければ。そこに爆撃をやってる。で、爆撃をされてる国に行くっていうのは、ものすごくやっぱり負荷が高かったですね。アルラシッドホテルの入り口にはですね、当時のブッシュ大統領の顔を描いた、床にですよ。床に、石面のようなものがあって、それを、踏んでいかないと入れないんですね。で、私、当時はこんな足じゃなかったですから、飛び越えました。人の顔を踏みつけるなんてありえないって思ったんですね。
で、そこでの話はちょっとまた後でしますが、ノルタさんも亡くなら、本当にこう、たくさんの人たちの、思いをこう、持ってイラクに行ってくださったんですね。隣のイランではですね、第二次ハタミ政権が生まれて日で、ハタミ大統領すごい方で、ここも親日ですね。で、ちょうどですね、文明の対話っていう本が世界的なベストセラーになった時でした。ムスリム、イスラム教もキリスト教も仏教もみんな手を携えていこうじゃないかという、そういう時だったんですね。で、イラクのさっきのアジーズ首相との話はですね、最初ものすごい緊張の中でした。なんでかっていうと、こんなに親しかったのに、今までどこにいたんだと。あなた方は今頃来たのかっていうわけですよ。遠くから来た、私たちに、かける言葉じゃないですね。そうすると、ノルタ先生は、あの方キリスト教徒で、アジーズ首相も、そのムスリムじゃないんですよ。キリスト教徒だったんです。で、あなた聖書にそういうふうに書いてありますか？遅れてきた人たちにも、扉を開くっていうのが神の教えなんじゃないですかっていうことを、ノルタ先生がおっしゃるわけです。そうすると、彼は、態度を一変するんですね。いや、これは失礼をしました。ノルタ先生はこうもおっしゃいましたね。あなたは、目の前にいる私たちが見えないんですか？私たちは、この、アメリカとのいろんな関係もおっしゃって、で、行くなと言われたのをここに来ている。ここに来ている私たちの姿が見えませんかっていうお話だったんです。それで本当にこう人と人としてのですね、つながりがそこで一瞬にして、こう、つながるんですね。すごい方でした。私はその、その姿を目の当たりにしてですね、ああ、本物の政治家っていうのは、こうやって人を結びつけるんだって思いましたね。で、その時です。あれはジョルダンに行った時だったと思いますけども、ある、そこの国の方がですね、私たちに、ジョルダンじゃないですね、別の国でしたね、石を持って抵抗する人と、戦車で踏み潰す人と、どちらがテロリストですか？石を持って抵抗する人を、それを、テロリストと言うんですか？言われました。当時ですね、中東に対して、超大国が二重基準を持ってるわけですね。自分たちは、大変な国家主権の侵害をする。先制攻撃も辞さないっていうような議論がですね、その後起きてくるわけですけども、ところが宗教が違う、国の作りが違う人たちには、世界の正義を押し付けると。これが本当なんですか？いうことでした。バグダッド空港を、アーメリアの話はもう今日はしません。平和の中で書いてますんで、ぜひご覧いただければと思うんですが、そのバグダッド空港を出るときにですね、当時の外務委員長が、来年は日本が世界ナンバーワンになりますっておっしゃったわけです。イラクの。当時私たちはアメリカに次ぐ GDP ナンバーツーですから。しかし、アメリカと日本の差はものすごく、あって、開いていて、そんな日本が急に1年で世界一になるわけないよねって、思ったんですけど、とっても不吉な思いをしたんですね。で、それをアメリカにも、日本政府にも、こういう話があって、これは何かの兆しじゃないかということを、ノルタ団長、それから、自民党さんの方は、キューマさんでしたね。こちらは佐藤さんとか、池田さんとか私たちでした。ジミさんもおられてですね、小林幸喜さんもおられた。
それから共産党は佐々木健章さんでしたね。一緒に外務省の不正を追及した方々でした。非常に大事なミッションだったんですが、それがちょうど19年前の9月11日につながっていくわけです。でもこの9月11日で何が起きたかということはまだ本当に分かってません。トランプ大統領がそれをこう開示しかけましたけども、まだ完全じゃないですね。今日9月11日にあたりですね、その野呂田さんが何を目指して人をつなごうとしておられたかをだけ皆さんに分かっていただければと思います。さて今日は、この後国体に行ってですね、午後から国民民主党の最後の大会です。回答大会ですね。寂しいですね。でも民主党からずっと来て、この先にビルがありますけども、私はずっとそこにいるわけですが、まあ、今度も、そのビルっていうかは継続するようです。昨日結集新党の代表選挙があって枝野さんが代表に選ばれて、泉さんも本当頑張ってくれましたね。で、名前は立憲民主党という形になりました。私は枝野幸男民主党と書いて、出しました。で、今日でこの国対委員長も終わりです。次はですね、新しい新党で、一編卒として頑張っていきたいと思ってます。若い方々、それから何と言ってももう総選挙やんなきゃいけない、それから法律もいっぱい作ってやんなきゃいけない。少しですね、この3年間執行部の中にで、民進党の副代表から、国民民主党の代表代行、そして、一気に5段階ぐらい落ちるんですかね、国対委員長という形でした。まあ執行役員ということだったんで、ちょっとこの3年間、党務の方に、大きなあれをかけすぎたと思ってるんで、もう幸いこの枝野さんというもう24年間一緒にやってきたリーダーとまた合流することができましたんで、次はですね一兵卒で、ちょっと若い方々次につなぐ準備をですねやりたいと思ってます。それでこれで最後ですけども、人権の党にすると、人間の尊厳を保障する、そういう政党にする、社会にすると。昨日ケイクをご紹介しましたが、多くの人たちはですね、ショコラさんって方ですかね、非常に興味深い、政治について、考えることが、そのいとまもないような人たちに対してですね、わかりやすく、そしてしっかりとその人たちにメッセージを送り続けることが大事だと。単に自分たちが出したい情報をですね、出したい時にやっててはダメだと。もうその通りだと思いますね。で、ただ民主主義はですね、学びが中心なんですよね。自分たちの権利を学ぶ人は他者の権利についてもしっかりと守ります。自分たちを大事にできない人たちはそれは他者についても大事にしません。昨日のファッションナチスに戦う時の心構えですね、お話をしました。最初は共産党だった、共産党が迫害を受けた時自分は声を上げなかった、Didn't speak up ですね。声を上げなかった。なぜならば自分は共産党員ではなかったから。ユダヤ人が迫害を受け始めた時自分は声を上げなかった。なぜならば自分はユダヤ人ではなかったから。こういうケークで始まる文章を昨日ご紹介をしました。でもですね、単に声を上げないだけじゃないんですよ。
多くの人たちは声を上げないどころか、強い者、為政者、時には圧政者に自分を重ねて、それに拍手喝采をする。あるいは今回も持続化給付金やいろんなことで皆さんが頑張ってくれてくださってますよね。だけどその人たちに対して逆に、お前たちなんだと、政府に国に逆らうのかと、お国のすること、政府のすることにいちいち文句をつけるなと、これは負の自己同一っていうか、自分たちはそれと同じものなんだと、強いものに自分を重ねるんですね。そして自分を重ねるどころか、その強いもの、強いっていうのは権力を持ってるっていう意味の強さですね。それがどんなことをやろうが見逃すどころか、その圧政をですね、後押しする。頭を押し付けてるその手をさらに押し付ける。で、そうするとどうなるかというと、どん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 岸辺がですね、崩れていって、その崩れてる中で、今日は自分の番じゃないけども、明日は自分の番。明日は自分の番じゃないけども、隣の人の番。そんな感じでですね、どん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 崩れていく。そして、最後は、自分の番になった時には、泣け、叫ぶけども、誰もそれを助ける人はいない。このファシズムの悪循環、これをですね、どう断つかっていうことがとっても大事なんです。で、そのためには、学びです。ソコラさんがおっしゃってるように、こうやって皆さんと、交流をするっていうことも、これも、皆さんから私が学ばさせていただいてる。私の言葉に皆さんが、お話をしてくださる。こういうことを地道に地道に日々やっていく。これしかないんですよね。だから、今回、この結集新党で、人権の学びっていうことをですね、集中してやっていきたいというふうに思ってます。トームは他のちょっと仲間にですね、お願いをして、そして、日本全国に出てって、そして苦しんでおられる方々、この8月だけでですね、NHK が報じてましたけども、1800人、その、自死をなさる。それはやっぱり毎日、この新型ウイルスの感染の恐怖に怯えながら、実際に感染をしてしまうと、どんな差別を受けたり、誹謗中傷さ、自己責任だと、お前何やってたんだと。そんな社会にいたら、心が折れますよ。明るくあったかい社会は、学びの社会だっていうことをですね、申し上げて、そして、一人一人を絶望から救ってこそ政治なんで、一人一人をですね、そういう恐ろしさ、自分ではどうしようもないものから救うのが政治です。人は人によって救われます。ただ、さっきお話をしたようなファシズムの循環に入ると、救うべき人たちが逆に自分の頭を水の中に押し込んで窒息させると。そんな話はないですよね。もうこうやって撮影してるうちに、黒とした雲でしたね。じゃあ皆さん、今日も良い一日を。 B はですね、最後の国対委員長室からやらせていただきます。それじゃあ、ごきげんよう。ありがとうございます。